トン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 、たくあんボーイ、どうもたくあんボーイです。今回もですね、ヤバすぎるお客様ご紹介させていただきたいと思います。はい、今回はですね、やっぱり人の怒りのポイントっていうのはそれぞれだなって思ったお話なんですけど、僕がですね、また改札ですよ、改札で、今回はね、新幹線の改札に立ってた時なんですけど、新幹線の改札っていうのはね、やっぱ新幹線から降りてくる人、まあ乗る人が通られるんですけど、新幹線から降りてきた中年のおじさんがですね、こっちに向かってなんか怒った感じで歩いてくるんですよ。うわうわ、またこれやばいなーってなんかもう察するんですよ。うわ、絶対なんかクレーム言ってくるなーと思って、そしたらですね、お客様に聞くと、もう案の定、新幹線の車掌の態度どうなってんだ、腹立ってしょうがないから名前を教えろみたいなこと言ってくるんですよ。で、まあそうなったらですね、もうとりあえずですね、まあ同じ会社の人ということもあるんでね、謝るしかないなと思って謝るんですけど、そのね、謝ったのがもう地獄の始まりでした。うん、びっくりしました。でも代わりにね、あ、そうだったんですか、申し訳ございませんでした、これ正しい案内だと思うんですよ。でもですよ、謝ったらですよ、お前の謝り方、誠実さが伝わってこねえんだよって言ってくるんですよ。勘弁してくれと思ったんですけど、もうじゃあもう一度ちょっと謝れみたいなこと言ってくるんで、あ、申し訳ございませんでした。謝ったんですけど、全然誠実さが伝わってこねえって言って、何それと思ったんですけど、僕何も悪くないのに、まあ謝ってるんだと思いつつも、まあもうこれも仕事かと思いながらも、申し訳ございません、申し訳ございません、何度か謝ったんですけど、あーお前誠実さ全然伝わってこねえな、お前舐めてんだろみたいなこと言ってきて、うわ最悪だと思って、でですよ、もうこれ言われたらもうほんとドキッとするんですけど、もう当たり前のように言ってくるんですよ、お前名前教えろ。もうこれでもね、名前を教えなかったらね、もう多分この人の怒りは収まんない、帰ってもらえないなと思って、もう言ったんですよ。で、市村清彦ですって、僕本名市村清彦って言うんですけど、市村清彦ですって言ったんですよ。そしたらですよ、漢字ね教えてくれみたいに、普通にどこの会社とか面接とかでも言われるんですけど、名前を教えてくれみたいなこと言われて、市町村の市に、村に清らかな清に、彦星の彦ですって言ったんですよ。そしたらですよ、彦星の彦って言ってしまった、そのね、まあ、僕もちょっとね、その時ね、彦星っていうのもね、他にも例えあっただろうと思ったんですけど、とっさに出たのが彦星だったんでね、彦星の彦ですって言っちゃったんですけど、あ、彦根の彦だろ、なんだ彦星の彦って、ふざけてんのかお前、ぶち切れられて、あー終わったーと思って、もうこの怒りはね、どうしようもないと思って、もう本当に上司の方呼ばせてもらって対応させてもらったんです、対応してもらったんですけど、まさかね、彦星の彦でね、大爆発するとは思わなくて、いやーちょっとね、もう僕には止められなかったんで、上司の方にね、なんとかお願いして謝って、代わりに謝ってもらったのかな、その時もまた誠実さがねとか言われたのかもしれないんですけど、本当にその際はありがとうございました。本当に先輩の皆さん、本当にね、大変なお客様でしたね。やっぱ小星の彦ダメなんですね、彦根の彦って言えって言われたんで、まあ今後はね、それから気にして彦根の彦で、僕は名前をね、名前の漢字を教える時はそっちで言ってます。はい、いやー怖いですね。ということで、今回は終わりたいと思います。シェイシェイついでに恋ダンスよいしょ。